9月1日の今日から航空機の離着陸の時にスマートフォンなど電子機器の電源を切る必要がなくなりました。これまで飛行機が飛んだり降りたりするときは電子機器が使えませんでしたが、今日からはこのように機内モードに設定すればスマホなどが使えるようになります。飛行機の離着陸時はこれまで電子機器の電波が運航に影響を与える恐れがあるとして機内での使用が認められていませんでした。しかし去年アメリカの航空当局が電波の影響は無視しても良い程度と判断したことから、国土交通省は今日から通話やインターネットに接続しない機内モードに設定すればスマートフォンなどの使用を認めることにしました。これは日本を発着する海外の航空会社についても適用されます。